新潟交通佐渡株式会社は、新潟県佐渡市に本社を置き、路線バス、貸切バスタクシーの運行などを行う、バス事業者。新潟交通の地域市会社にあたり、同社の連結市会社である。貸切車佐渡地方すべての路線バスと、佐渡島の観光バス事業を担う新潟、交通全額出資の子会社。本社は、旧、佐渡郡沢田町の中心部、河原田にある。 もと元々1986年に進行、佐渡貸し切りバスとして発足、1994年に新潟交通本体から路線バス全路線の譲渡を受け、現在の規模となった。新潟交通グループはこのほか、沢田地区を中心に、島内でタクシーの運行を行う企業、佐渡タクシー株式会社を展開していたが、業績悪化により2006年4月1日付で、当社に、 全業務を譲渡し、2007年1月31日付で生存手続きを終え解散した。なお、サドタクシーの名称は、タクシー事業部のブランド名として存続している。愛川、小木の両営業所には、車両の配属はない。また郵便輸送も受託しているため、両津営業所には、バスの他に、郵便用のトラックも配属されている。 佐渡近山新潟県立佐渡総合高等学校下記、全路線のうち、両津地区から金井地区を経由して、沢田地区、相川地区とを結ぶ、本線のみが一般乗り合いバスで、それ以外の路線はすべて、県と佐渡市が費用を補助して運行が維持されている。両津、小木を発着する路線は、佐渡汽船の旅客船便と接続する。特に両津では、 フェリー便の到着に合わせて複数のバスが同時に各方面に出発することがある。ただし公転などにより船便が遅れた場合には接続しない。佐渡機船旅客便の繁忙期運行に合わせて時刻が変わるため繁忙期用、通常用、陶器用の3種のダイアグラムがある。赤止まりは高速線、アイビスとの接続は考慮されていなかったが2016年から 午前の到着便に限り接続するバスを運行する社会実験を実施している。沿線人口の少なさから運行時間帯が限定されており、朝夕の他は昼間に数本程度の運転という事例が多い。20時以降に運転される便は両月22時のフェリー便から接続する本線と南線の最終便等を極めて少ない。国道3 5 5号線の両津 マノカンなど一部の区間を除いて、ほとんどの路線がフリー乗降性となっている。年末年始に完全に運休になる路線もある。なお、両津地区の拠点となる、監督所前バス停は、佐渡労働基準監督所最寄りであるが、隣に両津営業所が所在するバス停でもあり、実質は監督所前、両津営業所である。佐渡空港ターミナルビル三菱ふそうとリトラックス。 伊スズの三社の陣容となっている。分社化当初は、新潟交通からの転籍者が中心だったが、近年は、神奈川中央交通をはじめ横浜市へ、バス、遠鉄バス、日本中央バス、名古屋市交通局、船橋新京成バスなどから移籍者を直接導入している。また自社発注の車両も少数ある。路線バスは、 道路が境外であることと輸送力との兼ね合いから、中型車が中心となっていて、大型車は本線や海部線など、比較的利用者の多い路線で使用されている。大型車の中には、ノンステップバスも10台在籍する。貸し切りバスは、大型車が主力である。新潟交通が取り扱う、J リーグの対アルビレックス新潟、アウェー線会場への応援ツアーバスを運行する際、 新潟交通が車両を確保できない場合は、新潟交通佐渡から車両を応援に貸し出すことがある。ABC 新潟交通佐渡株式会社第36期決算広告、佐渡島街から赤泊港へお越しの方へ、佐渡島内の交通アクセスが便利になりました。寺泊赤泊港路高速船、アイビス就航に伴う赤泊港からのアクセスのご案内。ありがとうございます。